皆さん、こんばんは。ヒーリングライフスタイルへようこそ。ブレイントレーナーの田中ひろみです。今日のテーマは、毎日を笑顔で、朝食編。これをすれば鬼に金棒、パート1です。本日は天候の関係で電波状況が悪くなり、もしかしたら映像が乱れることがあるかもしれませんが、音声だけでも十分楽しめる内容になっております。朝起きて、支度して、満員電車に乗って、会社に着いて、タイムカードを押して、ああ、間に合った、よかった。それから着替えて、席に着いて仕事を始めて、そんな生活を約40年続けました。その間に結婚、出産、さらには親も見送って、私の人生のほとんどを会社員として過ごしました。改めて私ってすっごーい。今回から私の会社生活、約40年のあれこれを3回シリーズでお伝えします。1回目の今日は入社してから中堅社員になりましたをお伝えします。では早速エピソード1。業務中にお茶を飲むといえば気分転換したい時やほっとした時にお茶をいただくイメージがあります。私が入社した時にはお茶組なんて言葉があり、ちゃんとした仕事の一つでした。お客様がお越しになったら、熱々のお茶をお出しすることを先輩女子社員から学びました。お湯飲みにお湯を入れて、お湯飲みを温めて、その間に急須にお茶を入れてお出しする。お客様がお帰りになられたら、お出ししたお湯飲みを引いて、後片付けをしました。お越しになったお客様の人数が多かったり、続けてお客様がお越しになると、自分の席についてする仕事は全く手がつけられませんでした。さらには、朝のお茶当番。勤務開始30分前に出社して、全員の机や電話を拭いて、その日出社される皆さんのお湯飲みにお茶を入れてお出しするということを行っていました。皆さんのお湯飲み、この人は蓋付きで、こんな形の、こんな柄のメモをして、全員分を覚えました。現在では朝のお茶当番は行われていませんので、自分の机の上や電話は自分で拭かないと誰もやってはくれません。入社してすぐに、新入社員教育があり、講師からお茶を入れるときはどんな心で入れていますかと問われました。皆さんなら、どんな心で、何と答えますか？その当時の私は、何と答えてよいのかわかりませんでした。その講師によると、お茶の茶というこの漢字を分解すると、草冠のところ、漢字の十が二つあります。人頭をかけると読んで、10×10。ここにプラスがあって、半数字の8もあって、お茶という字には、10×10 の100、プラス8で108。これからお茶を入れるときは108つの心で入れてくださいと言われました。
かなり強引な説明だとは思いましたが、その時、社会人になりたての私は、へえ、そうなんや、と感心して、だからこそ今でもこの話ができるのですけど、聞いたことを覚えています。お茶を入れるたびに、108、108と唱えながら、お茶を入れていたことも思い出しました。108の意味は、講師の方にどういう意味があるのかを伺わなかったので、正直なところはわかりませんが、相手の人に対して真心を持って対応してくださいということだと私は解釈していました。心をかけることで、私自身が落ち着いて行動できましたし、ほんの少しだけですが、なんだかちょっとだけ大人になったような気分でした。また、皆さんがどなたかにお茶をお出しする際には、すでに真心で対応なさっているとは思いますが、どんな時でも、心をかけてお茶をお出しするのが良いと思います。ご視聴ありがとうございます。続きはヒルズウォッチで配信中。気になる方はぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、SNS でのシェアもよろしくお願いします。